ヨハン・シュロース、ヨーハン・シュロートは、現在のチェコのイエセニーク、イエシニーク地区のチェスカーベスに生まれた、オーストリアの自然療法家である。シュロートの草案した、シュロート式健工法は、現在もヨーロッパで行われている。二役運送業者で、馬の扱いに習熟していた。18歳の時、膝を負傷した馬を、幹部を冷やすことによって治療し、 地域の家畜の治療者として評判になった。その個人の治療もするようになった。代謝促進と免疫活性向上のために、温水による過温や全身をパックする療法なども導入した。病気になった家畜が食事や水を飲まなくなることに注目し、食事制限や飲料水の制限などを導入した。熱烈な支持者が得られた一方、当時の有力な医師たちからは、 ペテンシーをばわりされた。19世紀を通じて、素人との両方を支持する人々と、スイッチ両方を始めたヴィンチェンツ・プリースにつの信奉者たちは、どちらがより優れた自然両方か論争を行った。1830年頃、バット・リンド・イースに当時場を設けた。素人との没後、息子のエマヌエル・シュロースが、仕事を引き継ぎ、父親の療法の極端な処方を緩和して、 主要と両方の普及をもたらした。ありがとうございます。